さあ残り1ページ、ね、コクッパに騙されるな。騙されるわけないじゃん。おんだまちさんね、大したもんですよ、ね、あれ強制スクロール、強化あり、ファイヤーまとっとくか。騙されるな。そして5個だね、割としっかりあるね。これ戻れないやつだな。騙されるとあれかな、アドバンスコイン取れないとかかな。あと気になるのは下がいけるのかな。うん、下普通に水なんだよ。泥に見えなくもないけど。騙されるとどういうこっちゃ、どういうこと。いやー、ファイアボール楽ちん楽ちん楽ちん、ガッチャオ。あー下、はい、ちょっと不安だな。よし、いくぞ。鳥で、あ、とりあえずまあアドバンス、お、お前上に来たり下に、に、あ、3個目？お、一応パワーアップアイテムはそこら中に置いてくれるのは優しいけど、騙されるなのね意味がちょっと分かんないよね。売ってくんかい。はい、2個目がないっすけど。パウ、持ってく、とりあえず。あれ持ってけね、あれヒップドロップもない。どうやって使うのこれ。これがわからない。下ルート行ってみる。まあどうせ2個目ミスってるんでね、行き直しっしょ。で尻尾にチェンジ。飛べるほどの足場があるわけでも、ないわ。おれー、これさどうすんだっけ。え、どういうこと。コースクリア。これがわからない。あとここいいメダルもありだね。騙されるなど意味がわかんないよね。俺は騙されない。た、橘さん、これさえ取れば割とどうでもいい。もう一個あるってことだよね、このマップに。やっぱ上かな。あった。まあまあまあ、オッケーオッケー、ガチャ。まあ、5個目も分かってないんでね。いたいた、3個目上だったよね。最後も上かな。まだ上がいけるんだよ。
で10。まださらに上ない。でっけえな。あっと、くしょ、足場ないのかと一瞬思っちゃって。どっから生えてきとんの、これ上。やっぱそう、やっぱそうだよね。どっすんだってね。よし、はあ、やっぱ手前はにゃそこちょっとずれてへん。下ルートが外れって意味でいいの。あれ、Eコインが見つかってない。あったのはいいんだけど、どうしたら取れるか。あ、戻るのか。うん、ここから戻るんだ。そこのね、真ん中降りるとこ行ってねえなって思ったんだけど、違うかったね。結構厳しいギリジャンだぞ。俺上、電気でマイク今マリオ電気でマイクって言ったよね。言ってません。ここの真ん中かと思ったんだけど、こうやって見ると真ん中なんもないね。まだ死んでる。この辺だったな。こうカースト最低だわ。あいつ杖高い位置で取れねえんだぜ。ダサーい。プークスクスだよ。よし、最後のいい、なんだっけ。まあ全部クリアしてからでいいか。忘れるかもしんないから先行こうか。さあ最後のコインは28。まあピーチだよね。予想はついてた。クッパの飛行船前編ってなんやねん。お、いきなり強化もあるじゃん。フラワーか。何？あー来たよ。左スクロール。日本人はね、あのマリオのせいでね、アクションゲームはほぼ9割方右スクロールなんでね、逆スクロールになった途端難しく感じるようにできてんだよ。いやらしいことにさ、尻尾じゃなくてファイヤーですもんね。え、おーい、びっくりした。下かい。縦横無尽に視点移動スクロールが変わるという、おっと、制作者のみに許された。えぐくね。前編だから後編もあるんでしょ。よかった、優しい。あ、尻尾だ尻尾。あと1個、入るとこに騙されてはいけない。うわー、でもどうしようもねえな。これなかったもんね。置いとくか、食らった時のために。おいこれ、えぐいってそれ敵の配置えぐいって。あー
知ってる、この謎解きやった、真剣ゼミでやった。思ったより下がっちゃう。よし、え、はい、ここだろう。ラッピー、うわ、最後の1個見つからないのが不安。あった、よし、オッケー、ちょ、えげつねー、くそ、えげつねー、えげつねーな、これ。視界取れた時にはもう食らうことが確定している。前編なんですよね、まだ場所は分かったんで、そういう意味では、収穫であった。ラッキー。ここ結構えげつないんだよね。その微妙な当たりはんでやめろって、マジ。ただでさえ解像度ねえんだから、その解像度のないね、画面の中で、姿見た瞬間にはもう死んでいたっていう配置やめろ。認識した瞬間に食らうことが確定するのやめてくれ。失敗。よし、もしもし、やめてー。よかった、上に乗ってくれた。デブ君は早めに抹殺しないとね。どっちがいいだろう、尻尾の方が良くない？さあって、待つ、待つはいつまでも、まあ、消滅してんじゃねえかよ解像度どんだけ少ないねんこのゲーム。アイアンの方が良かったか。もうあとクリアだけかな。おお、ちょっと待って、なんか2個ない上ないか、入れない。まあまあ前半戦、これ左ルートでもあんのかな。じゃあ後編？後編だ。ラストじゃん。あー、そういうこと？ここはそういう優しさがあるんだ完全に続きじゃん。一個前のクッパ戦はそんな優しさかけらもなかったのにさ。頑張ったらキャップできるよね。する意味はないけど余計なことはしない。おお
ガー、あのさ、モグラシス、うっそだろ。慈悲はない。雑だな。アドバンスコインの位置はすげえ雑だな。スタート。うわー。L、I、GO。あのスターの意味も感じられん。スター取るために気取られて一発食らっちゃったからね。取ろうとした瞬間に食らう位置に敵を置くのやめろって味。うっす。何？ブーメラン持てんの？どう？一回だけ？くらい。どこ行くねん。あ、帰ってきた。え、ほう、ちょ待って、さっき取れたやん2回。え、マリオカート仕様、マリオカートのブーメランも2回じゃなかったっけ。2個目取れてないのが不安でしょうがない。シャー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 。さあ、そろそろ2個目は欲しい。ちょ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 、お前口から火吐くんかい。ファイアブロスくん、うっ、もう出てきたと同時に食らうのやめてー。2個目だ。いけすんね、お前さあ。お前さ、バランス考えてくれる？キノコ、キノコ、ああ。ありがとう。もう一回降りた方がいいね。あ、下にある。ちょっと待って、無限脇。無限脇ではない。これね、ジャンプして頭打ったらね、これガクンって下に落ちて死ぬ気がした。一応公式だから微妙に優しいは優しいんだよね。クッパやないか。時間が、3回ぐらいかな。上に上に、うわ、まあ、次で。やった。オッケー。うわー、落ちてー。でも落ちたくなーい。やったぜ。